はい、どうも、ウヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、本日はですね、ちょっとお片付けをしようかなと思っております。今、ここら辺、ちょっとね、撮影のものがバーって置いてあったりするんですけど、もうね、ここら辺がぐちゃぐちゃになってて、で、ちょっとね、撮影環境も整えようかなと思って、それでこれからちょっと片付けをしようかなと思っております。で、その前に、ね、昨日の動画の話なんですけど、なんかね、思いのほかすごい伸びてて、なんかね、いつもの勢いじゃない感じでね、再生数がちょっと伸びてたんですよね。いつもまあ大体、まあ初動で2、300ぐらい再生されて、でまあ、1日経って、まあ400とか500いかへんぐらいいったらすごいいい方かなって感じなんですけど、もう昨日の動画が、なんやろ、上げてすぐぐらいで3、400いって、で、今もう1300ぐらいまで再生 されてるんですかね。なんかね、まあ、なんですかね、多分そのおすすめ動画みたいな、関連動画みたいな感じで、出てきてたのかなと思うんですよね。僕、今登録者が380ぐらいとかなんですけど、それだけじゃね、もちろんその再生数いかないので、多分まあ登録されてない方とかに、こう、YouTube のね、こう、アルゴリズムにうまいこと乗っかって、なんかその再生される感じになったみたいですね。うん。で、あと、前紹介したエッジのスケスケのね、ビキニ。あの動画も、なんかね、すごい伸びてて、あれ、今のところあれが一番再生されてるんですかね。あれもね、なんかのタイミングで多分他の動画の関連に乗りやすくなって、で、そっからっていう感じだと思うんですよね。いや、なのでね、多分こう、やっぱりね、こう数を打っていくっていうのは大事なんだなって思いましたね。こう数打ってるとどれかの動画がね、ヒットしてそうやって、まあ再生されるようになってっていうのの繰り返しで、まあチャンネルって伸びてったりするのかなってちょっと実感しましたね。いやでもね、この勢いでやってると、多分まあメインチャンネルよりこっちがね、伸びていっちゃうと思うんですよね。うん。まあなのでね、ちょっとメインチャンネルの方、ちゃんと頻度上げてできるように、ちょっと頑張ろうかなと思っております。まあね、ちょっとこっちが伸びちゃうとちょっと運用をどうしていったらいいかなっていうふうにちょっとわからなくなっちゃうんで。はい。まあでもやっぱり、あれですね。まあ下着、昨日のまあオムの下着がね、まあ良かったっていうのもあると思うんですけど、まあなんか、やっぱりああいうちょっとエッチなやつの方がね、人の気を引きやすいのかなと 思いましたね。はい。まあ、引き続き、ああいう感じの動画は、まあ、上げていこうと思ってるんですけど、まあ、でも、ああいうのの、ちょっと、もうちょっとちゃんと編集したバージョンっていうのを、まあ、メインで、ほぼ毎日みたいなんで、上げていったら、多分それが一番ベストなので、ちょっとそれを目指そうと思っております。まあ、なので、ちょっと、それもあって、ちょっとね、撮影環境を整えたいなっていうのがあってっていう感じですね。はい。で、ちょっとね、今ここら辺がどうなってんのか、ちょっと映しますね。もうね、ひどいんですよ。はい。こう、カメラがね、ここにあって、で、こう、ディスプレイでね、こっち映すようにしてるんですけど、もう、ひどいですよね、ここら辺。もう、ね、前に紹介したもんがぐちゃってこう置いてたり、撮影機材がね、片付けられずに置いてたりとか、もうね、下がひどいんですよ。これこの間、紹介したね、バナナのライトとか、DVD のやつも、これ紹介したやつですね。これが紹介予定のまだ未開封のものですね。とか、これも紹介前にしたやつとか、っていうのが、もうぐちゃっとこうなっちゃってて、っていう感じですね。で、なのでこっちのね、画角がこういつもの、この棚になってる感じですね。はい。まあ、こういう感じで撮っております。はい。あ、今 今、ちらっと映りましたけど、今日は、いきなりね、ビキニで。いや、なんかこう、やっぱこういうの見せてった方がいいのかなと思って。なんかね、なんて言ったら、見てる人にこびるわけじゃないですけど、まあなんかね、全然違う、なんやろ、違う、こう、テーマのね、動画でも、まあ、見せれるもんは見せてた方がいいのかな、みたいな 感じで。まあ別にね、見られて減るもんでもないしと思って。まあちょっと、これからはね、こう、積極的にこう、ビキニを履いて、動画を撮っていこうかなと 思っております。これは、この間ね、紹介したH さんのね、こう、
パンツをいっぱい買いましたっていうやつの中に入ってたやつですね。ここにスマイル入ってる。はい。ニコちゃんビキニです。まあこれを履いて今日は作業していきたいと思います。はい。ということで、それがね、これなんですけど、スチールラックを買ったんですよ。スチールラックを買って、ここのさっきのぐちゃぐちゃになってたやつを、まあちょっと綺麗にね、整理できるような形にしようかなと思っております。で、まあ、カメラとかもね、うまいこと設置できるようにちょっと調整をしようかなと思っております。さっきのね、先写したここのデスクのところなんですけど、もともとね、パソコンとか置いて作業するような机にしてたんですよ。で、それを、まあ、流用して、こうやって撮影の、こう、できる感じにしたんですけど、それにしてはちょっと使い勝手が悪いというか、無駄なね、こう感じになってたので、これをちょっとうまいこと、撮影用にね、使いやすいようにこのラックを使ってカスタマイズしていきたいなと思います。はい。じゃあ、早速これちょっと開封して組み立てていきたいと思います。どうしようかな。ちょっと下げようかな。はい。じゃあ、とりあえず開封しますね。ああ、これ。倒した方がいいっすね。立ててたら危ないな。よいしょ。よいしょ。この棚ね、1階の、撮影ルームの方にもね、置いてて、同じのを使ってます。ただね、なんかね、値上がりしてて、僕が前、スタジオ用にね、買った時は、いくらやったかな ?4800 円ぐらいやったのが、5000、いくらやったかな ?5000 何本になってました。5800円ぐらいとか。ちょっとね、値上がりしました。よいしょ。まあ、こんな感じの、よくあるスチールラックですね。よいしょ。じゃあ、何からやってたらいいんや。足を。これが、これ延長用の方ですね。高さが180のやつにしたので、この90のがね、2本連結させて180にするっていう感じですね。足が足の方ですね。ここが取れて、コロがつきます。コロつけてもつけなくてもいいんですけど、動かせるようにしといた方がいいかな。コロつけとこうかな。じゃあ、何からよ。先コロつけた方がいいかな。はい、コロが取れたので、キャスターをつけていきまーす。あ、というか、あれか。さっきこの、はめるためのパーツを、これさっきちょっと出しておきましょうか。予備入ってましたけど、予備はちょっととりあえず置いときます。じゃあ、ここにこの、キャスターですね。これつけていきます。あ、こっちやね。OK です。じゃあ、これ4本終わったので、板をはめていきたいと思います。まず一番底ですね。そこにちょっと板をはめようと思います。
最悪。これ逆でしたね。こっち向きやな。たまにやっちゃうんですよね、これ。最初だけだと思います。上からはめていく段階になったらね、多分間違いないと思うんですけど。こっち向きやな。あれ高さ違うな。一番下でつけたはずやねんけどな。なんでや。ああ、一個上になってるな。OK。いい感じですね。で、ちょっとね、高さどうしよっかな。ちょっとね、悩みどころなんですけど、ここに、この机と同じ高さにしよっかな。上ちょっと細かめにした方がいろいろ詰めそうやから、下はちょっと開けとこうかな。下は大物をちょっと入れるようにしたいので、なので、この机の高さでいこうか。どれぐらいや。やっぱりちょっと高すぎる気がするので低くしたいと思います。ちょっとこれ高すぎたかなと、ここの値幅がちょっともったいない気がしたので、これちょっと下げます。よいしょ。ごちゃごちゃ入ったり入らへんかったりしながらやりましたけど、こんなもんかな。この高さでいきたいと思います。じゃあもうあとは、ちょっと上連結して最後まで上適当にバンバンバンとちょっと組み立てていきたいと思います。あ、ちょっとこれ上上げますね。よいしょ。なんかね、これと、これが、なんか高さ違うように見えるんですけど、同じここの、あれで、やってるはずやのに、これ大丈夫かな？ちょっと一回とりあえずはめてみようか。気のせいでしたね。高さ大丈夫でした。なんで違うく見えたの？目の錯覚かな。うん、ちょうどいい感じかなと思います。ここね、ちょっと高さ広めに取っとかないと、カメラの、レンズにね、ここの柵がね、映っちゃうんで、ここにちょっとカメラね、置こうと思ってるんで、ちょっとそれがうまいこといくように、ここをちょっと高さ、高めに取りました。じゃあ残り上2つ、つけていきたいと思います。はい、ということで、完成しました。よいしょ。ちょっとロックが。
な感じですね。ちょっとね、ここの幅が、もうちょっと広く欲しかったんですけど、でもここをね、優先したかったんで、で、この下もちょっと広めにしたかったから、ちょっとね、ここが狭めになっちゃいましたけど、かといってここね、ドーンと上までやると、ちょっと広すぎるしな、みたいな感じで、まあちょっとうまいこと収納ね、できるようになんかここは考えてやりたいなと思います。これでね、ちょっとこの乱雑になってる感じがなくなればいいかなと思います。はい。こっちのあの、机側もね、分解したかったんですけど、あの、机ね、これ自分で作ったやつなんで、これ分解して、で、それでこれを置こうかなと思ってたんですけど、ちょっと、この後ね、予約が入ってて、それやってる時間がちょっとないので、とりあえず一旦この組み立てるところまでで、今は終わりたいと思います。まあ、施術終わってから分解しよっかな。分解しないとね、次の撮影がちょっと、できないので、うん。ちょっとそれは後で頑張ってやりますということで、とりあえずここまでですかね。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、なんかこういうことでもなんかね、こうやってなんかビキニとかでやると僕らしい感じになっていいのかなってちょっと思いましたね。はい、まあ今後はそういう感じでお送りしていきたいなと思っております。はい、ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。